2023年、えー、本日4月5日、えー、最近の、えー、ニュースについてなんですけども、えーまあ、3月下旬か4月上旬ぐらいに、えーまあ、アメリカの方の銀行が破綻したりだとか、えー、ドイツの方の銀行が破綻したんですけども、当たり前です。えー、仮想通貨を取り扱ってたからです。数年前から私は、えー、おかしいと。国家の信任がないと貨幣なんか作っちゃだめなんです。 それ詐欺なんです。大きな大きな。それ金額はね、大きければ大きいほど、それは大きな犯罪事件なんです。もう出れないですよ。あんなもの考え出したいと。ビットコインとかね、ああいうものです。刑務所からっていう意味ですよ。で、それを、あの、国家の信任がないと、えー、まあ、 あの、貨幣や、えー、紙幣を、えー取,り扱うあのー、取り扱うことがで,できない。あのー、まあ、作ることができない。作ることができないですね。あのー、それをプロである銀行員が分かってなかったと、とんでもない事件だったから、あのー、国の方が、ね、あのー、法律のプロフェッショナルの人たちが、 あの、潰すと。いうことで、えしっかりと、けじめをつけたという形です。まあまあ、働いている方はね、上の人が大体入れ替わって、で、そういうことしっかり分かってる人が役員になってって、まあまあ、そういうような形ですよ。えー、国がお金出し入れしてるようなものです。あんまり大したことないです。これ分かってないと、あの、本当に経済分かってるか分かってないか、簡単にバレますから。本当に。だから僕は数年前から、もう潰しにかかるからっていうこと言ってます。あのー、こんなもの伸ばしにして、何してんの警察官の人たちとか、 検察庁の人たちは労働基準局も刑法を使えるでしね、その人たちが訴えたらいいんだから、まあ別に僕は訴えてもいいんですけども、まあそういうことですよ。あのー、日本の銀行も早々に、あのー、もしどっか取り扱ってるところがあるんだったら、あのー、それ取り扱わないことにしなかったら、勝手にね、日本の紙幣と交換できるような形とか、何か物品に変えれるような、えー、仕組みを認めるような銀行があったらね、僕は潰しにかかりますよ。 役員の皆さん、あなたたち経営分かってないよっていうことで、そんな高級を得る資格ないっていうことで、そんな奴らに金、高い高級払えんっていうことでね、これは民間人からも言えるんです。たとえば生活保護者でも消費税の3%以上の金額を払っている歴史がある以上、生活保護者でも税金を納めてるんです。わかりますこの仕組み。こういうことをしっかりとお勉強しましょう。皆さん、長い間ご清聴ありがとうございました。一つの勉強にしてください。 今後も仮想通貨取り扱ってる国の銀行の皆さん、役員の皆さん、覚悟しといてくださいよ。あなたたちの口座からお金引き落としますからね。本当に。早々に動くべきですよ。アメリカとドイツは信用を先に優先しました。だから自主的に潰した。それだけの話です。逆に評価されていいところですよ。遅れてた国、後からバレた国、後から対応遅れた国が、 えー、そこの、えー、まあ、幣相場がですね、まあ、崩れると。まあ、こういうことです。以上です。簡単な仕組みです。